8月1日は水の日だということを皆さんご存じでしょうかそもそもはですね水資源の貴重さを理解してもらおうということで制定されたということなんですが今日はこの水のすごさそして効果について深掘りしていいいきたいと思いますまずは熱中症対策にも欠かせないこの水分補給ですけれども一日に私たちはどれくらいの水が必要なのか。私たちはですね 尿や便で1.6リットル呼吸、汗で0.9リットル1日に排出しますつまり1日2.5リットル水分を出しているんですね、うん、でこれに見合う水分を摂取する必要がありまして摂取するのはですね、まあ、平均して食事で1リットル、はい、体内で0.3リットル作られますから、はい、合わせるには飲み水1.2リットルそうですねリットルがまあ最低でも必要ということになりますが。が、はい 斉藤さん今猛暑ですから、あくまでもこれ最低ラインというふうに考えた方がいいんでしょうかね。結構汗もかきますしね。うん、だからもうちょっとあった方がいいと思う。三、はい、リットル以上あった方がいいですよね。やっぱり出した分しっかり摂取するという見合う形で摂取してもらえればと思います。うん、また熱中症以外にもですね、水は健康とも大きく関係していました。まずは病気ですが。 水分不足は脳梗塞や心筋梗塞の大きなリスク要因の一つだということなんです一方で美と健康の万能薬ということもできるそうで含まれるミネラルは腎臓を良好な状態に保ち細胞を活性化してくれます水の根気分が落ち着いたりとかっていう経験も皆さんあるんじゃないでしょうか。しかしか 水分は水分でも斎藤さんが大好きなアルコール。<laughs> これ飲むと落ち着くけど。<laughs> 落ち着きますね。私の代数も,大好きもう。今日も私書いたら絶対飲みますけれども。水分補給ではございません。利尿作用があります。えビール十本で十一本分の量が出て、尿が出てしまうので。水分補給にはなりません。で就寝入浴スポーツの前後、飲酒中は水分が不足しがちになります。日本人は全般的に摂取量が不足しておりまして。 平均的にこちらですあと,あとコップ2杯皆さんあとコップ杯飲めば一日に必要な量を確保できると言われているので、うん、ぜひ実践してみてください、うん、そして、まあ、せっかくなら楽しみながらですね水も飲みたいところですよね、うんうん、県内に斎藤さんどれくらいの湧き水の箇所があるか福島県構あるんじゃないかな、1000、うん、っ所そこまではないです。<laughs> そんななにはなくてですね、まあ、でもこれでも多いですよ、273箇所。と、うん、いうのは環境省を把握している分なので潜在的には1000か所あるかもし、ね、れませんでその中で皆さんがアクセス可能なほんの一部をご紹介いたしますが、いろいろありました、はい、まずはあの伝説が残っているものもありまして、<お>例えば元宮市の岩井の清水というのは、ですね源の義家軍が水を求める兵士のために矢尻で岩を掘ったら清水が湧いたという伝説。 で、いわき市の弘法水、こちらですね。え、弘大使が洪水で困っていたのを見て、円通寺内を杖でつついたら湧き出たという伝説が残っているということで、なんかこう、ご利益がありそうだなという気がいたします。そ,すね、そして、いろんなこう、言い伝えもあるそうで、この二つ参りましょうか。はい、例えば川俣町。これ、文字通りです。長寿線。う一、ん、ヶ月保存しても腐敗しないし。 ということから飲むと長寿になるという言い伝えがあります、えー、さらに会津若松市北会津町にあるうば水はですね飲むと母乳の出が良くなるというこう,こういったものもあるそうですね、うん、最後に斉藤さん日本酒のチェイサーとして飲みたい日本酒の仕込み水がということなんですが喜多方市大和川酒造店の日本酒に使う仕込み水 自由に組んでオーケーだそうで、これ関係さん、実家が。本当に美味しいんです。これ。はい、柔らかくて。あのお父さんがいつも組みに行ってる<う>。るということですね。あの実際にペットボトルで組みに行かれる方、結構多いそうです。うん、で酒蔵の佐藤哲也さんによりますと、飯豊山の伏流水で。柔らかい口当たりがあるので、コーヒーにするなどすると、非常においしいということで。で北方ラーメンとかにも使われているんじゃないかなというところですね。 そして最後に私から夏休み中の子どもたちにとっておきの水情報をお伝えします、はい、自由研究の材料になるかもしれません、うん、こちらです災害時やアウトドアにペットボトルで作る簡易蛇口ですということでスタジオで実演します、はい、皆さんお手伝いお願いしますね、うん、でまず作り方なんですけれども最初に こちらペットボトルの下の部分に直径2、3ミリの穴を開けてくださいこの試着ですね事前にこのピンクの部分ですね開けてありますはい。で、この穴を指でしっかりと押さえながら古島さん水を入れてもらえますかわかりましたこれでじゃあいきますよこれ結構入れちゃっていいですかこれ本当に押さえてくださいねしっかりと押さえることがポイントですこれ出ちゃいますよね一気にいきますよ NG 対象出ないよね これはあのちなみにそのあの下の方を見てもらうとわかるんですけどもあの結構あのカーペットというかその下に敷いてるやつ結構濡れてましてじゃ結構出てくんですかあの違うあのまあ大体何かこうオンエア前に何があったかというのが大体これで想像できるかなと思うんですけれどもこんなもんでいいかなはいいきましたね2リットルいいはいありがとうございます入れましたね、うん、で本当に大丈夫ですか このままキャップをしっかりこちらも締めましょう。ギュッとギュッとギュッとさあ、用意ができました。はい。ここからが注目ですよ。皆さん注目ですよ。このまま私の指を離したらどうなりますか。出るでしょう。そうですよね。行きますよ。三二一。ちょっと出ましたが、はい。止まった。止まりましたよね。完全に止まってますよね。なぜ。 水があふれないのかい、はい、こちらですそう水圧と大気圧が関係しているんですね穴から出ようとする水の圧力と穴からペットボトルに入り込もうとするこの空気の圧力これがこの穴の部分で押し合って、うん、動きが取れなくなることで水があふれなくなると止まってるだからこれ上の方に穴を開けると多分出てくる、はい、あそう,そ,うです、ね、<laughs> それで意味ないですからね、ねはい、下にないとやっぱり。はい、完全に止ままってますよねじゃあ 水を使いたいという時は、あ,あそうだそうだ、キャップを緩めると、る出ましたね。素晴らしい。いいはい。で止めるときどうするんですか。止めるとはまた蓋を、キャップをしっかり閉めると、お止まった止まった。ったはい止まりました。<ー>はいということでまさに、蛇口と同じ働きをペットボトルが担っているということで。はいはいはい。 そのまま使うと一度に、ね、ここから大量に水があふれてしまいますし、うん、1>, 1人だけですと片手しか洗えませんからね,ね、はい、断水した時やキャンプの際にも活躍しそうです生活に欠かせない水、はい、適度に補給して大切に使っていきましょう。ち、うん、ちょろちょろろとこう手も洗えそうですね、うん、はい